皆さんこんにちは、あやはやチャンネルのあやです。さあです。今日はどこに来てますか？イオン。はい、イオンに来ております。はい、カモさんはおやつを食べてご機嫌です。はい、今日ここに来たのは今度遠方に一泊旅行行きます。はい、旅行じゃないけど、でその時に持っていくお菓子っていうのを買っていきたいと思います。はい、いつもは駄菓子屋さんで買ってくるんですけど、今日はイオンで買いたいと思います。はい、ただここで条件を設けさせていただきたいと思います。まず一つ目、5分以内で買えるものなら買い放題です。うしゃー。2つ目、旅行中に食べきれるお菓子の量にしてください。3つ目、袋詰めのいっぱい入ったお菓子は買わないでください。ほら、駄菓子袋っていろいろ入ってるやつあるじゃんね。あれはやめてください。車内で食べられるお菓子にしてください。なので食玩とか作る系のお菓子はやめてください。わかった人、じゃあ行きますよ。レッツライ用意スタート。帰ってきました。はい。5分間、長かったですか？短かったですか？長かった。意外長かったよね。短いな。早は選ぶの時間かかったみたいだね。はい、それぞれ好きなもの買えたと思うので一つ一つ見せてください。はい、じゃあ、あやから。じゃん。ミチアサイダー、小枝、ヤングドーナツ、チョコウォール、パイの実、以上です。珍しくチョコだらけなんですけど。うん、ほんとよ。ポテトチップとか買うかなと思ったんだけど買いませんでした。2日間で食べきれる量ですか？はい、わかりました。じゃあ次、はや。最初はこちらです。ぐんぐんヤクルトルマンド。爪はこれです。レッツソーリー。ふっかのいちごです。パイの実です。相変わらずチョコしかありませんね。はやはこれ旅行中に食べきることできますか？はい。今回ね、あやさんが苦手というチョコレートを結構持ってきてて、しかもはやと丸かぶりしているものもあります。いや、この人パクったやん。これはうちがパクって、これははやがパクった。なるほど。今度やるとき3分でいいね。ね、時間余ってたもん。なんで、手に負えなかった。手に負えなかったんですが、カゴを持って買いに行かなかったから、手に負えなかった。どこにあるか分からん。普通はお菓子売り場のとこにちっちゃいカゴがあるんだよね。それが全部撤去されてたんです。だから必死にこう抱えて移動してて、まあ思うものが買えたのでよかったですね。はい。さあ食べきってくださいね。はい。食べれなかったらママの口の中行くように全部チョコレートなんだよね。やだ。だって全部ママの好きなものしかないので。なんで？皆さんなら旅行にどんなお菓子を持っていきますか？最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、サブチャンネルもあるのでよろしくね。よろしくね。バイバーイ。さっきから気になってたんやけどさ、これその服みたいに見えない？服って？本当だ。今見るとほら、服ここら辺なんか、そう、袖があった。あの、うん、あのあれなんだっけ、最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね。